9月15日です。今日はナズナの会の皆さんに教わった草堆肥を作ります。草を約20センチぐらい踏んで積んで、その上に小ぬかをかけました。そしてそこに EM ぼかしを巻きます。これが EM ぼかしです。とてもいい匂いがしています。これは発酵するための菌です。この皮はこれですけども、これはこの菌の餌になるんだそうです。そしてこれは腐葉土の堆肥です。去年の秋仕込んだ腐葉土です。そしてその上にもみ殻燻炭を少しかけました。今回はこれはひまわりの畑ですけれども、できるだけあったものを元に返すという考え方で、ひまわりの菊を茎をチップにしましたので、そのチップとそれから花ですね、種を取った後の花、大きな花です。20センチから30センチあります。それもここに全部積み込んで堆肥にするつもりです。それで来春この土に返して耕します。これがひまわりの茎のチップです。茎のチップの上に花の部分を草刈り機で切って乗せました。これを踏み込んで、その上に腐葉土を乗せます。そしてこの株を EM ぼかしと踏み込みます。この株と EM ぼかしをかけました。昨年秋仕込んだ腐葉土をかけました。この腐葉土を作るときにもこの株と EM ぼかしは使っています。もみ殻燻炭もかけました。3段目が終わって4段目に入ります。今5段目を積んでいます。塩基性発酵なのでシートで覆いました。一応これで4週間ぐらい置く予定です。そして4週間経ったらこれを積み直します。さらに1ヶ月後ぐらいにもう1回積み直します。そうすると出来上がる予定です。初めての挑戦です。